幸せって何だろう。皆さんからすると幸せってのは客観的な事実だと思いますか。例えばお金があるとか大きな家に住んでるとか誰が見ても幸せそうな結婚してるとか。でも僕はそういう人たちのカウンセリングをしてて本当にそういう人たちが幸せを心から感じてる人が意外と少ないんです。僕は幸せってのは客観的事実よりも主観だと思ってる。たとえ貧乏であったとしても家族に恵まれて家族が元気なのが幸せだとか、そして友達に恵まれている僕はなんて幸せなんだろうとか、青空綺麗な今日はとか、今日仕事の帰りに見た月最高だったよとか、ご飯が美味しいねとか、平和の中で一日過ごせる、これ最高に幸せだよね。そう、一日の中でどれだけ幸せを数えられる能力のある人が僕は幸せだと思う。あなたはそれでも客観的な事実の方が大事？どっちの方が本当に幸せなんだろう。最強の女性に出会いました。ある営業会社の売り上げを上げている人たちの表彰式、そこに呼ばれた時にきらびやかな女性の中で一人だけ普通のいでたち、でもその人が一番常連で一番売り上げていて誰からも尊敬されている、休んだのを見たことがないってみんなが言ってますよって言うと、とんでもないです、それならば私の母はもっとすごかった、私の母は1年間に3日だけいいことがあったらその年はいい年なんだよって言って私を育てた人でした。だから天国の母に会うために頑張って頑張ってやればやるほどこんな素敵な一日が増えてくるでしょ、これじゃあ天国の母に会えなくて。すごいです、1年間に3日だけ、誰だってありますよね。誰だって幸せになるはず。皆さんはどれだけ1年間幸せだったらハッピーと言えるんですか ?365日。それってわがままじゃない？幸福な人はあらゆる出来事に出会ったとしても幸福でいられる人なんですよ。もちろん幸福な人にも落ち込みはあるし悲しみがあります。辛いことが一切ないという人はこの世界で生きている人はいないでしょうね。幸福な人は実は幸福のまま落ち込めるんです。幸福に悲しめて幸福に苦労できるんです。それが幸福な人の要素です。不幸な人は全てに不幸というレッテルを貼ってしまって不幸に悲しむ、不幸に苦労し、だから不幸だという人になっちゃうんです。何を言いたいかというと、苦労がないから幸福で、苦労があるから不幸ではないんです。お金がなくても仕事がなくても子供が勉強しなくても幸福に苦労できる人が幸福な人で、幸福に仕事を探せる人が幸福な人で、幸福に子供とのいろんな問題を悩めてこの時間戻ってこないんだと楽しめる人が幸福な人なんです。全ては心が決めるんですね。世界の中で一番おいしい食べ物ご存知ですか？僕は世界中いろんなおいしいものを食べてきました。でも一番おいしかったのはあの断食ファスティングした後にいただいた際、あれ最高でしたね。平野レミさん料理家言ってました。今までね一番食べて美味しかったのはお産し終わった後病院に用意してもらったあの塩おにぎり、あれ最高だったわね。そうなんですね。僕たちはいろんなものが満たされすぎると実は幸せも味も感じなくなるのかもしれません。あの鎖国をしていた頃本がなかった、だから蘭学者は本を見つけるとむさぼり読んだ。そこで生まれたのが杉田玄白、緒方洪庵、福沢諭吉でした。そういう人たちが日本を高めた。もしかしたら飢えが人を幸せにするのかもしれませんね。あなたは人生で今飢えてる、それはよかった、幸せになる準備が完璧にできてるっていう証拠ですもんね。忘れられない買い物があります。僕が学生だった頃バイクで走っていてウィンドウで見かけたライダージャケット欲しくてね、買える品じゃなかったんでバイトして汗をかいて、来る日も来る日も売られてない売れてない大丈夫だと思ってやっとお金を貯めて店に駆け込んだ時、マスターがこう言った。これだろ、貯まったのか、これでよく頑張った、1枚持って帰んな、美味しいもん食って、そしてこれはお前のだ。今でもそのライダージャケットは僕と一緒に旅にしています。そしてこの一枚のお札は今でも使い切れないです。その時に僕は知りました。お金の量でも物の価値でもなくて、それにどれだけ思いを込めてそれを求め続けたそのプロセスが一番価値になるっていうこと、皆さんは最近
夢を諦めてませんか？幸福になるために成功したいの？でも成功したとしても不幸になってる人はいっぱいいますよ。例えば有名であったとしても何かのゴシップでおめえの人って呼ばれることもある。大金持ちであったとしても相場の変動で一日気分悪くなる人もいる。大事なことは成功することよりも感受作用を高めるってことだと思うんですね。幸せの敏感体質になる。例えば子供たちの笑い声を幸せを感じたり、夕日が沈むのを見て美しいと思ったり、星の応援を見た時に幸せを感じたり、風がすり抜けていく頬のその気持ちよさ、そしてこの広い世界の中で生きてまだ出会ったことのないたくさん素敵な人たちがいる、そんなことをワクワクすることが幸せでしょう。大事なことは長く生きることよりもそれをどれだけ味わったかが幸せなんじゃないでしょうか。今から夢の世界に入るんですか？とっても素敵ですね。あったかいものを飲んで布団を味わってください。夢の世界も広いですからね。いってらっしゃい。